どうも、芸人かけるプロスペースでございます。吉本芸人用の高井と申します。よろしくお願いします。さあさあさあ、今日はですね、リアタイプラチナランク3昇格を決めた戦いになります。よろしくお願いします。はい。まあね、今日勝てば、リアタイプラチナランク3、確定でございます。はい。先発はダルビッシュ投手でございます。でですね、動画の最後に、こちら S ランク確率 10% 契約書、メイン、サバカ両方引いていきたいと思いますんで、最後まで皆さんぜひご覧ください。よろしくお願いします。さあ、やってまいりました。4勝3敗ということで、5勝すればね、プラチナランク3に行けるということでね、ぜひとも、ダルビッシュ投手、今もう49レベルまで上がりましたんで、行きたいと思います。はい。ちょっと今ね、筋トレし終わってプロテイン飲んだ後なんで、かなり気合入ってますよ。もう気合ってる。行きましょう。さあ、今日勝つよ。勝って決めるよ。勝って決めますよ。絶対勝って決めるんだと。どんな相手でも決める。ありがとうございます。うわ、千賀投手だ。出たー。いや、あのね、千賀投手ね、なんか微妙なんですよね。あのフォーク狙って打つと案外打てる時あるんですけど、ただやっぱりボール球にする人いますから、なんかね、なかなかストライクに入れてくれるっていうのがあんまないんで、千賀君の。ちょっとね、リクエスト何を？いやもう謎スタンプ2期じゃねえか、おい。絶対勝ってやる、謎スタンプ2期。さあ行くぞ。あ、長打警戒に変えてきた。あ、ストレートか。ストレートから入る感じですね。あ、マジでめっちゃ甘い球だったね今。まさかフォーク来るかな。あ、フォークだ。あ、オッケーオッケー。それはね、さすがにね、手出さないですよ僕も。これが4球目。うわー、ちょっと待って、全然ダメだ、全然ダメ。もう今の高さフォークだと思っちゃった。やばい、この人うまい。結構ストレートで押してくんのかな。ストレート狙っていけばいいか。あー、近かった。いやー、うまいなー、出し引きがうまいこの人。これが2球目。あー、くそ、マジでこれ全然打てねえんだけど今日。やばいなー、ダルビッシュ投手に頑張ってもらうしかないな。オッケー、ナイス。あの、ね、2番に丸選手がいるっていうのはかなり大きいですね、うちの打線は。かなり大きい。さあ、柳田選手行こう。柳田はもう本当今リアルでも絶好調ですからね、最高ですよね。いや、走らないですよ。肩 A でしょ、スローイング D か。うん、いや、これはね、次多分入れてくると思うんで、ストレートだと読む。あー、ツーシームか。オッケー、ナイス。それをヒットにしちゃう柳田。さあ、若大将行こう。プラチナランク3を決めた戦いには若大将の力が必要です。ツーシームか。微妙なところにツーシーム投げてくるな。うん、こうね、ボール球にしてくるんですよね、フォークは大体ね。あー、ちょっと今のミスった。もう完璧に読み間違えた。あー、嘘、今僕らと思ってた。やばい、全然打てねえ。さあ、今のところ左バッター2安打してますから、カバス選手続きましょうよ。ナイマシじゃない。あー、ダメかしょうがないですね。とりあえず、ダルビッシュ投手なんで、まあちょっと、いや、何がリクエストなんだろう、一体。うわ、ダルビッシュ投手見せてくれなかった。何がリクエストなんでしょうね。ここはね、ツーシームですね、やっぱり。ここはもう大体、大体ツーシームでいいと思う。で、まあ、これはちょっとボールになるよっていうスラブですよね。振ってこないか。あー、なるほどね。じゃあここがスプリットでいいっす。うん、オッケー。あ、ラインドライブしてるね。もうここは振ってくれるでしょう。
まあこれは振らないわさすがにな。ここ一回ツーシームでどういう反応するか。オッケーよー、ナイスピッチナイスピッチ。やっぱりねダルビッシュ投手、このセレクションのダルビッシュ投手めっちゃ使いやすいですよ本当に。高速カーブいきますか。多分スラーブだと思って見逃すと思うんですよ。あ、ちょっと待って、ボールになっちゃったいやそれだって意味ないわ、それだって意味ない。でたまにこう織り交ぜていくというね、あのストレートをね、それがやっぱ一番効果的なんですよね。 OK ナイス、いいっすね。おお松井稼頭選手かっけえな。ちょっとここ一回スラーブで振らせたいな。振らないですね、もう完璧に振らないこの人は。オッケーオッケー、いいよいいよ、ナイス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 ピッチ、ありがとうございます。さあね、点入れたいですね、点入れて勝ちたい。まあそのまあ点を入れるには千賀君を打たないといけないんですけどね。わあ千賀君いい球投げんな。なんで僕千賀君って言ってるか分かります皆さんさあ後で言います。オッケーナイバチ、あーダメ、あーダメか。なんで千賀君って言ってるかっていうと、ダルビッシュ投手がね千賀君って言ってるんですよ、千賀投手のこと。でだからね僕も千賀君って呼んでますはい、だから僕も千賀君って言ってます。はい、おおいい球投げるな。そこストレートじゃないよな普通の。あーマジか、フォーク一切投げてこなかった、うまいな。ちょっとここ伊藤幸也じゃないな、ここはちょっと、うーん、ここはブラッシュにかけてみますか、ホームラン狙いで。うん、ホームラン狙いでブラッシュ選手にかけてみます。あーちょっと、うーんしょうがない、今のはしょうがない、ミスった。うわセレクションの坂本選手だ、これは手強いぞ。まあ、レフト島内選手ですね。まあこれは手強いですね正直。この坂本選手はなかなか打ってきますからね。さあダルビッシュ投手5、ここのツーシームってなかなか打てないんですよね。うん、どうすか高速カーブは振ってこないんだよなこの人全然。これツーシームだと思わせてのストレート、うーんあれだす。え何やってんの、えちょっと待ってよ、それないよ、誰ショート坂本選手、いや何やってんだよマジで、絶対やっちゃいけないだろそれ。ちょっともう一回ストレートですね。あーツーシーム、オッケーオッケー、いいよ。ここはちょっとボール球のスラーブを、あ振ってくんないな、絶対振ってくんないなこの人。いやここはダルビッシュとして見せどころだな。オッケーナイスショーナイスショー、ここはダルビッシュ投手の見せどころですよ本当に。オッケーいいよ、ナイスナイス、うわーもうもう危ない危ない危ない、もう絶対ダメだよ、もうあのエラーしちゃダメだよ坂本ちゃん。坂本ちゃんのエラー本当絶望的だったからな。ここスラブ振ってくんねえかな、振らないよなもうな。で外角に一丁も投げてないツーシームですよ。オッケーナイス、いやーダルビッシュ投手ナイスピッチナイスピッチ、いいよいいよ、ノーヒットに抑えてる。いや坂本ちゃんやばいよ、ちょっと打撃で返してください坂本ちゃん。まずねここはバントしません、打ちに行きます。はい、ここはストレート狙いたい、甲斐選手ストレートめっちゃ強いから。おおツーシームか、まあまあまあどっちかだよな、内角のストレートかツーシームだよな。あーやっちったな、フォーク絶対来るだろう、フォークかな、フォークっぽくないですか。うん、で次ツーシームでしょどうせ、ツーシームに合わせるぞ。おーストレートか、いや内角一辺倒だと思う多分
外角には来ない。さあ仕留められるか。え、オッケーオッケーオッケー、進塁だ進塁だ進塁だ、ナイスナイス進塁だ、ナイス進塁だ、オッケー。坂本ちゃん、さっきのミス取り返そうよ。坂本ちゃんしかいないよ、取り返せんのは。内橋じゃない、どう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 、いやー、うわー、悔しい。ワンストライクです。あー、いや最悪だよ坂本ちゃん。今日はもう丸さんの日ですね、丸選手の日。丸選手頼む。あー、やべ、それ振っちゃうか。でも今ストライクだったかな。うん、ストレートは来ないか。あー、やっちゃった。あー、くそ、やっちゃった。これはもう2安打打ってるんで、あとはもう抑えるしかないですね、これはね、もうね。じゃあもう守備、お、あっちか。これは何としても勝ちたいんで、ダルビッシュ投手無失点でいきたいんで。うわ、村松選手かよ。まあ何としても勝ちたいんで、ファースト変えます。はい、 OK、 いきましょう。なんとか抑えるぞ。え、これ一応牽制挟んどきますか。一応ね、なかなか外角のツーシームは待ってないはず。 OK、 いいよ。どうだここのツーシーム。え、レフト、うっそー。ちょっとね、諦めきれなかったんで、さっきねダルビッシュ投手に負けてしまったんですけど、もう一回やらせてください。もうこれ勝ったらね、もう勝負決定なんで、やらせてください皆さん、お願いします。杉内投手です。2試合目です。ぜひ皆さんお付き合いくださいお願いします、お付き合いください。プラチナランク3に行くところをぜひ見てください、お願いします。山岡投手か。僕ね、山岡投手結構ね好きっていうか、うん、なんかそんなに打てなくはない、僕は正直。うん、山岡投手は結構好きですね。これはちょっと期待したい。やっぱさっきの千賀投手みたいなのも結構苦手なんですよね。まあだからツーシームですよね、要は。ツーシームがなかなか打てない。さあ、全エース。はい、今までずっとエース務めてきてくれましたから、4月からね。今年の4月からプロスペ始めて、ずっとね、エース務めてくれましたから、行きましょうよ。もうね、勝手が分かってるから、杉内投手のピッチングがもう、僕は。どんどん放り込みますよ。うん、これでね振っちゃうんですよね。はい、ありがとうございます。 OK、 いや、ソフトバンクコンビいいじゃないですか。キャッチャー甲斐選手いいじゃないですか、最高ですよ。ここのねストレートで球威ありますからね、なかなかキャッチャーフライになっちゃいますよ。うん、マスターとか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 このあの正隆選手のね、僕応援大好きなんですよね。うん、で応援さ、僕これそのまあちょっと話しながらやるのもあれなんですけど、iPhone でね収録してるんですよ、いつも iPhone で収録してて、音があんま聞こえないんですよね、これ。応援の曲とも応援歌もそうだし、実況はあんま聞こえないんでね、なんか応援歌通るの今渋ってるんですよね。応援歌欲しいんですけどね。あざっすあざっすね、嫌いじゃないって言ったでしょ。もう嫌いじゃないんだよ。いや、今のもないバッチよ、結構嫌いじゃないんですよ、僕山岡投手。うん、さあ行こう行こう、坂本選手最高だな。え、完璧に打ち負けてるやん今。さあ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 、うわー、アーチスト出てない、得の。
まあうちは若大将のチームですからね。ナイバチ、いいよ。そういうのもそういうの見、そういうね、泥臭いのいいよ、僕好き。さっきのね、あの芯で捉えた当たりもいいんだけど、坂本選手とか丸選手みたいな、僕ね、ああいう泥臭いね、原さんのバッティング好きだな。さあ天才的川端選手行こうよ。多分あの縦面来るんじゃない。あ、違う。まあしょうがないですね、うん。さあこれを抑えれば S ランク確定、 S ランクじゃねえ、ごめんなさい、ごめんなさいね、プラチナランク確定ですね、ごめんなさい、ごめんなさい。ショートよいしょ。うわ、ギータ怖いな、ギータは怖い、うん、ギーターは怖いっすわ。これが2球目。オッケー、今のはボールですからね。ここはもうボール振ってもらいましょう。オッケー、ああやっぱさすがギーター。ここはもうボールで、ずっとボールで。オッケーよー、ナイスナイス。さあラスト。ラスト、一球で乗る、行きます。あとラスト一人です。オッケー。ラスト1人で S ランク、プラチナランク、プラチナランク3、またいらっしゃる、許さないぞ。ありがとうございました、ありがとうございました。プラチナランク、3決定しました。ナイスピッチ、オッケー、ありがとうございました。いやー、2試合も見ていただいてね、皆さん本当にありがとうございます。これでね、あと次負けても、確定ということなんで、まあ今日ね、プラチナランクさん、まあ動画外ですけどもね、まあやりたいと思います。うん、まあだって3試合やったらさすがにみんな見ないでしょ。さすがに3試合も見ませんよね、皆さんね。はい、ということでありがとうございました。これですね、S ランク契約書 10% いきますよ。これはね、もう S ランクで 10% 契約書っていうのは S ランクが出たら勝ちですよ。うん、 10% だもん、だって出たら勝ち。どんな選手でもいい、来てください、お願いします。どんな選手でもいいですよ。さあもうアラブ人出てきちゃえ、もうアラブ人、あ、ダメだ、出てこない、ダメだダメだ、全然ダメだ、やばい、光光光、いやもう全然ダメやないか。どう、パリン来る、あー来ないか、S3来なかったです。誰、あー、伊沢選手か。さあね、サブカの方、まあ、ここで今日の動画のいいところを見せたい、お願いします。どうだ、アラブ人来い、アラブ人来ないな。 S ランク 10% はえげつない、ここで、ここでもう来ないもん、全然あかんあかん。これパリンある、パリンある、 A ランクでした、持ってるよ。はい、ということでありがとうございました。本日もね、見ていただいて本当にありがとうございました。この動画良かったと思う方はチャンネル登録、そしてグッドボタン、もしくはコメント、ぜひぜひよろしくお願いします。大野と芸人大野、吉本芸人大野と、今吉本いろいろ大変だけど、よくプラチナランク3まで行ったな、そういうねコメントいただいたら僕は嬉しいです。ありがとうございます。ということでまた明日お会いしましょう。バイバイ。